んちゃかちゃかちゃんちゃんちゃかちゃかじゃんじゃんじゃかちゃかじゃじゃん。出た目のサイコロを私がもらいます。いいですね。で1がもし出たとしたら1の目をもらいます。はい、じゃあ振ってみてください。最後に残ったものを使ってみたいと思いますけども、5ですね、これですね。これはじゃあ今回使いません。いろいろ買ったんですけどね、こういう花のカードなんていうのもかなり喜ばれるかなと思ったんですけど、これはじゃあ今回使わないでおきますね。これはここ置いておきましょう。じゃあまたサイコロ振ってくださいますか。5、またもう一回振ってください。同じのが出ちゃうと6ですね。これですね。これもいいなと思ったんですけども、これも割合こんな、なんていうんですかね、恐竜のカラフルでしょ。これもいいなと思ったんですけど、これもじゃあ今回使いませんね。はい、じゃあもう一回これ振ってくださいますか。3、これですね。これもなかなか彼女にはいいかもしれませんね。プーさんがちっちゃな小豚を連れてるところです。実は彼女から送られてきたバースデーカードというのはですね、これが同じようなプーさんのこういう絵はがきだったんですね。ですからきっと彼女喜ぶと思います。ボトルも写真に撮って持っていくわけです。氷をじゃあこのところへ置いておきます。かけてちょっとこれこちら置いておきましょう。いいかな。はい、からボトルですけども、ボトルもこのように写真に撮って持っていけばいいわけです。そうすると非常に軽くて荷物になりません。もし飲みたくなったらどうするかと言いますと、これはボトルを元に戻せばいいんですね。戻すには魔法かけますと、このようにボトルが元に戻ります。うん、氷が溶けてしまいましたですね。水になってしまいました。